グラバー園は、長崎県長崎市南山手町八の市にある、観光施設である。1859年の長崎開港後に、長崎に来住した、イギリス人商人、グラバー、リンガー、オルトの宮廷があった敷地に、長崎市内に残っていた歴史的建造物を移築し、野外博物館の状態を呈している。世界遺産、明治日本の産業革命遺産製鉄。 成功、造船、石炭産業の構成資産である旧グラバー住宅などの洋風建築がある。2004年10月1日から2007年9月30日の間、長崎市民は無料で入場できていたが、2007年10月1日より市民も通常料金が必要になった。旧グラバー住宅から見た長崎港の長房グラバー園の一級 グラバー住宅応接室付近の外観木造平屋建て、屋根は多角形の寄せ棟作り、三河原吹き、建築面積510.8平方メートル。付属屋は木造平屋建て、三河原吹き、建築面積129.2平方メートル。居住者のトーマス・ブレイク・グラバーは、イギリス人商人で、安政6年の長崎開港直後に来日。 造船と最短の技術を日本にもたらした。彼は、グラバー商会を設立して、茶焼き布の輸出と、船舶、武器の輸入に従事し、薩摩藩、長州藩や後の明治政府の要人らとも関係が、深かった。新日課であったグラバーは、日本人女性の鶴を妻とし、明治44年に没するまで日本に留まった。旧グラバー住宅は、 南山手の球場の見晴らしの良い地に立つ。グラバーが文久元年にこの地を借地した記録があり、住宅は修理時に発見された牧書から文久3年の建築と判明する。日本に現存する木造洋館としては最古のものである。グラバーの死後は同人の書士で後継ぎとなった倉場富三郎が家主となるが昭和14年。 三菱重工業長崎造船所が当住宅を取得する。その後、太平洋戦争終結後は一時接収されて、新中軍の宿舎となったこともある。昭和32年、造船所の創業100周年を記念して、三菱造船から長崎市に寄付された。昭和42年度に修理が完了し、明治20年代の姿に復元されている。平面は、 t 字型の複雑な構成になり、中央にある主人寝室から見て、南西方向に客用寝室、北西方向に応接室、北東方向に大食堂の主要産室が位置する。このほか主人寝室に接して、小道具室と重要書類室、大食堂に接して、小食堂と広間、応接室の北に接して温室などがある。建物の裏手には酒蔵。 配前室、廊下、子供室などがあり、子供室から東方向へ伸びる胸には工作室、浴室、便所を設ける。建物の北、西、南の各面にはベランダを設ける。玄関はなく、ベランダから直接各室に出入りする。当住宅は創建以来たびたび増改築を経ている。創建当時の平面は、 客用寝室と応接室部分を含む L 字形平面の小規模なもので本格的な住宅というよりは高台の応接所という感じのものであった創建後しばらくして北東の大食堂部分が増築されさらに建物北側の温室部分や客用寝室の東に位置する子供室などが明治20年頃までに増築された設計者は不明だが 前述の文久三年の牧書に、吉村熊氏、柴崎茂吉という、日本人名があり、グラバーの指示の下、日本人が施行したと見られている。また、隣接地に立つオルト住宅との様式技法の類似から、施行者は、同住宅と同じく、小山秀行新である、可能性もある。東南アジアコロニアルスタイルを取り入れつつ、外壁は竹小いの下地に、漆喰塗り。 小屋組は、和小屋とするなど、和風の要素が強い。天井は板に紙張り、床は、廊下と広間をリノリウムとする他板敷きである。開口部は、内開きの両開きガラス扉に、鎧戸とし、上部に、扇形の欄間を設ける。ベランダは、ドリス式円柱を立て、柱間には菱組すかしのスパンドレルを設け、ベランダの床は、天草石の四半敷き、天井は、 アジログミスカシバリとする。付属屋は北側に婦人室、南側は東に調理室、西に使用人室を設け、建物北側にベランダを設ける。この付属屋は、グラバー夫人の鶴が居住するために和風に改造されていたが、昭和の修理時に、球場に復帰した。1939年に当住宅が買収されたのは、 三菱重工業長崎造船所を見下ろす位置にあったため、戦艦武蔵の建造を取得する目的であった。1961年6月7日、母屋、付属屋が国の重要文化財に指定。2018年12月から外壁や屋根などを修復し、耐震性を強化するための大規模改修を実施。2021年に改修工事は完了し、 11月18日から一般公開されることになった。旧リンガー住宅木造、平屋建て、屋根は寄せ棟造り、三下らぶき、建築面積385.0平方メートル。居住者のフレデリック・リンガーは、グラバー紹介の幹部として現時元年頃に長崎に来訪。明治元年には、ホームという人物と共に、大浦に、 ホームリンガー商会を設立。茶の製造と輸出、アメリカからの木材の輸入などを手掛けた。リンガーは、同じ明治元年頃に、グラバーから借地権を譲渡されており、当住宅はその頃に建てられたとみられる。フレデリック・リンガーが1907年に死去した後は、次男のシドニー・アーサー・リンガーが住んだ。リンチに立つ旧オルト住宅には一時期、シドニー・アーサーの兄にあたる。 フレデリック・エラスムス・エドワード・リンガーが住んでいたため、当住宅を、旧リンガー住宅と呼んで区別している。太平洋戦争中の昭和17年、リンガー家は帰国し、当住宅は、川南造船所が取得した。太平洋戦争後、リンガー家はこの住宅に戻るが、昭和40年、住宅は、長崎市の所有となった。昭和48年度に修理が完了し、 明治期の姿に復元されている。建物は西を正面とする。正面中央の玄関とその奥の廊下を挟んで南北に部屋を配置する。西側の部屋は北が応接室、南が今その奥は北が寝室、南が食堂である。寝室の東には化粧室と浴室、食堂の東には調理室がそれぞれ突出する。 建物の西面全体と北面、南面の前寄りにはベランダを設ける。応接室と居間の正面側はベランダに張り出した、ベイウィンドウとなっている。裏手の東側に突出する、化粧室と調理室の中間部分も、ベランダとする。外壁は、甘臭い縛り。内装は、壁は、白漆喰、天井は板に紙張りとする。応接室、居間、寝室。 食堂の主要4室には大理石のマントルピースを2室ずつ背中合わせの位置に設ける。ベランダの柱は中東はトスカナ式であるが各中に基調面取りを施した独特のものである。ベランダの床は三陰石の市販時期、天井は両系ア矢白組とする。当住宅の設計者は不明だが臨家のオルト住宅と様式手法が似ることから 同住宅と同様、天草の小山秀之進が施行した可能性がある。西洋建築のスタイルを取り入れつつも、小屋組は、和小屋とするなど、和風の要素が強い。1966年6月11日、国の重要文化財に指定。旧オルト住宅木造、平屋建て、屋根は、寄せ棟作り、三河わらぶき。 建築面積494.4平方メートル。付属屋はレンガ造り平屋建て、三下わ吹き、建築面積92.4平方メートル。倉庫はレンガ造り平屋建て、三下わ吹き、建築面積12.5平方メートル。居住者のウィリアム・ジョン・ウォルトは、安政年間に、長崎に来訪した、イギリス人商人で、文久年間から慶応年間にかけて、 南山手と大浦に聖茶書を持っていた。外国人名印数書という資料によると、慶応元年にはこの住宅は増刷中とされており、慶応3年にはオルトが居住していた。その後明治4年の長崎新報にこの住宅の売却広告が出ていることから、その時点ではオルトは退去していたと見られる。当住宅は明治十三年から二年ほど、 滑水女学校が使用したが、明治三十六年には、臨家のフレデリック・リンガーによって購入されている。同人は1九百七年に死去し、その後は、長男のフレデリック・エラスムス・エドワード・リンガーが住んだ。昭和十八年、川南造船所が当住宅を取得。太平洋戦争後の昭和四十五年、長崎市の所有となった。昭和五十三年度に修理が完了し、 明治期の姿に復元されている。建物は西を正面とする。平面は南北に長い長方形をなし、南北に通る廊下を挟んで東西に部屋を配置する。西列の部屋は、北から応接室、玄関ホール、食堂があり、その南は、婦人室である。東列は、北から、寝室、倉庫、配膳室、付属屋へ通じる廊下、客用寝室があり。 その南にはそれぞれ浴室を伴う2室の寝室がある。建物の西面全体と北面、南面の前寄りにはベランダを設け、玄関ホール前にはペディメント付けのポーチを設ける。外壁は甘臭い縛りとする。主要室である応接室と食堂の天井は板に紙張りとする。ベランダとポーチには石像のトスカナ式円柱を建てる。ベランダの床は 天草石の市販敷、天井は、両径矢白組とする。裏手に立つ付属屋は北側を、土間の厨房室、南側を、畳敷の使用人室とする。付属屋の背後は、急な崖で塞がれている。付属屋の北東、崖に接して倉庫が立つ。倉庫は、区のあざ平面で、北に、ランプ室、南に、石炭庫を設ける。 倉庫の南にある階段は崖の横穴に通じ、かつてはここも倉庫として使用されていた。なお、住宅前にある噴水一揆も、住宅と同時期のものである。当住宅の設計者は不明だが、天草の小山秀幸新の遺品中に当住宅の図面があり、思考は小山が受け負ったことがわかる。西洋建築のスタイルを取り入れつつも、 軒下の蛇腹が課題である点など、様式的に未熟な点が多い。また、小屋組は、和小屋とするなど、和風の要素が強く、これらの点は、日本の初期洋風建築の特色である。1972年5月15日、母屋、付属屋、倉庫が、国の重要文化財に指定。噴水一揆が重要文化財の不指定となっている。グラバー園から望む、 長期校周辺の様子、第2ゲートへつながるグラバースカイロード前述のように、最も高いところから低いところへ移動するような散策コースが取られている。また、旧オルト住宅、旧スチール記念学校を除き、車椅子で移動できるように、バリアフリー対策ができている。斜面上にあるため、一部急な傾斜部分がある。 ハート型の敷石の一つ園内の石畳の中に二箇所、ハート型の敷石が埋め込まれている。これを探し出して、ハートストーンに触れると恋愛が成就すると言われており、若い男女に人気となっている。二つ見つけると、良いことが起きると言われている。ありがとうございます。